はい、こんにちは、カズボウです。妖怪ウォッチ3寿司パート27を始めたいと思います。前回ですね、こう中にね、今 P ラビットに頼まれた商品を持ってこようということで、前回ね商品1個だけ持っていったんですけど、あまたねこれとこれ持ってきてくれっていうね依頼がありまして、で中にねでっかいゾンビがねうろうろしてるので、まあ、見つからないように行くみたいなんですけどね、まあ、とりあえずやってみましょう。全然やってないんでね、これですね。アボカドとキングサーモン、あれがないといろいろまずいんだぜ。なのでね、これカートでやっぱ行くのかな。カートないとダメだよね。キングサーモンはこっちの方にあったと思うのでね、キングサーモンとアボカドは、うわー、なんか来たしね、下の画面見てたらでっかいのあんなの触ったらまずいもんね。野菜、アボカドってどれだろう。これか。よしよし、OK。アボカドとキングサーモン持ってきました。頼まれていた商品を P ラビットに手渡した。なんか来たぞ、後ろから。大丈夫かな。はあはあ。あのヤバそうなやつ、一体何なの。ヘイボーイズ、あいつを見ちまったようだな。あいつはスーパー店長。スーパー店長だって。スーパーの店長ってことか。このスーパーのすべてを取り仕切るゾンビたちの店長さ。もしもあいつに見つかったら、見つかったら何にゃん。やばい。そんなこと見たら大体わかりますよ。それより頼まれてたやつ持ってきてやったぞ。おお、サンクス。これで俺も大満足。するにはまだ早いぜ。あともう少し欲しいんだぜ。マジか。今度は何ですか。サポートライフ7月号とヨカコーラ2リットル。ついでに身代わり人形も頼むぜ。7月号に、コーラ身代わりね。なんか持ってくるものどんどん増えてない?頼むぜ、ブラザー。これが本当に最後のお願いだからよ。ここでずっと立ちっぱなしなんだぜ。かわいそうだと思うだろ?やれやれ、サポートライフ7月号とヨカコーラ2リットル身代わり人形ですね。何の音だ?おっと、こいつはまずい。これはあいつが暴れてる音だぜ。あいつってさっきのあのスーパー店長?何?見つからなければいい話さ。カズボ君、急いで持ってきて、とっとと鍵をもらいましょう。スーパー店長って。いいのカット危ない。おお、危ない危ない。横する。おお、いた、いた。よし。なんだあれ。うわ。信じらんない。マジで言ってんの?えい。これかな?これは、スタミナム。違うね。あ、これだ。サポートライフ7月号と、身代わり人形は左にありましたね。ヨカコーラ。えい。おお、危ない。はい、身代わり人形ね。あと、ヨカコーラってどこにあるんだろう。これか。うわ、行けなくなってるし、これどうやって戻るんだろう。これだよね、踏み台ね。えい。逃げろ逃げろ。これで、あ、なるほど。まずい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 。これ斜めに行くのかな、もしかして。上がれるのだ。上がれるのだじゃない。上がれるのか。上がれるのだって。こうか、こうだね。よし、行った。はい。めり込んでるめり込んでる。はい。頼まれた商品をピーラビットに手渡したと。はい。もう本当にこれで最後だからね。おお、ベリベリサンクス。おかげで俺も大満足だぜ。ほらよ、約束してたバックヤードの鍵だぜ。バックヤードの鍵を手に入れたとね。やりましたね、カズボウ君。このままバックヤードへ向かいま。
へへへ、ありがとうよ。おかげで俺も楽しませてもらったぜ。インチキンなんだ。ウィスパー、こいつ何なの？あ、あれですね。あの妖怪は、そう、インチキンです。妖怪不祥事案件。じゃんけんポンで後出しみたいなインチキしてでも勝ちたがるやついるよね。を引き起こす妖怪でウィス。インチキする妖怪ってこと？それじゃあ。動けない自分の代わりに食べ物を取ってこいって言ったのは全部嘘。インチキだったんだよね。おいおい、ブラザー、そんなに怒るなよ。そんなに大声出していると。スーパー。出て出た。ほら、言わんこっちゃない。怖いスーパー店長がお怒りだ。おい、俺たちも逃げるぞ。早く逃げるにゃ。もうシンデレラマートのバックヤード行こう。えい、逃げろ逃げろ逃げろ。こっちか、ほかの、あ、バカ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 、ほぶで、危ない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 。あー、捕まってしまいました。二度と来るな。はぁ、あ、はぁ、あ、やべえよあいつ、めちゃくちゃ怒ってる。でもよ、せっかく鍵入れたんだし、バックヤードの奥には行かないとな。くそー、カズボ、もう一回中に入ってみようぜ。今回ね、このパートで終わりそうですよね。やっぱりこの中に入っちゃうんですよね。気をつけろ、あのスーパー店長ってやつがまだ店の中をうろうろしてるはずだ。中に入ったらそのままバックヤードまで一気に走り抜けるぞ。ということでね、だいたいコースは分かったので。あのヤバげなスーパー店長はもういなくなったでしょうか。後ろから来るよ。いらっしゃいませー。いや、やっぱりいた。逃げるでウィッス。逃げるでウィッス。逃げるぜウィッス。あんまり無理にね、走るとね、引っかかるんでね。と。逃げろ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 、えい。逃げろ、えい、えい、逃げろ逃げろ逃げろ。うえい。逃げろ逃げろ逃げろ。なんだ、ピカピカ光ってるぞ。こっちか。逃げろ。ん？で？え？何これ？逃げろ逃げろ、ここまで来た。ここでこの上に乗っかって、帝国帝国押した。うっそー、チー。いやー、それにしてもスリル満点の大ジャンプでしたね。もうね、テイクオフって書いてね、離陸するって意味ですからね。これをね、店でお持ち帰りがテイクアウトなんですけど、テイクオフでお願いしますって言ってね、大恥かいたっていうことはね、まあ内緒でしてね。あんなの、エミちゃんと一緒に自転車で爆走して以来だにゃん。どうやらあのスーパー店長は諦めていなくなったようですね。今がチャンスです。このままバックヤードまで一気に向かっちゃいましょう。お持ち帰りで離陸してどうすんだって話ですけどね。バックヤードの鍵を使って鍵を開けた。なのでね、バックヤードに侵入成功でウィス。やっぱりここにも、ここもゾンビどもがうようよしてやがる。インチキンの話だと、この奥にゾンビの秘密があるはずですが、そもそもインチキンの話とか、インチキ臭すぎじゃん？臭すぎじゃん？にゃん？ここまで来たんだ。もう先に進むしかないだろ？ですよね。
バックヤードでゾンビの秘密を探ろう。なんかいるんだよな、ゾンビか、これ全部。安っぽいよ。ではまあいろいろ装備できそうですけどね。何もないのか、開けたら閉めれないのか。じゃあ下で、おうまい。あの宝欲しいですね。はい、ショッケー検知玉。じゃあね、ゾンビに見つからないように行くんですけど、だからガードのすすめ、どっちに来るのかな。はい、まずい漢方、これつきましたね。うわ、何ここ、なんかすごく寒いんですけど。どうやら肉の冷蔵庫みたいだな。肉？じゃあプラプラ下がってるの、これ全部お肉にあんか。なんだか不気味ですね。ゾンビの秘密どこにあるんでしょう。きたー、やば、この音はもしかして。うーがー、もう逃がさんぞ。わ、やっぱりスーパー店長だ。こいつは参ったな、もう逃げ場なんてないぞ。こうなったら戦うしかありませんね。ああ、やはりか。じゃあ、ここでね、切ろうか。もう一回ぐらいなんか言うな。お前ら、ゾンビの餌にしてやる。出血大サービスだ。これ多分戦闘ですね。ということでね、まあ次回、このスーパー店長、戦って3章終わりなのかな。多分そうだと思いますね。なんで、ここで終わります。ということで、ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。